小宮山良平は、日本の編集者、元理論者社長。長野県上田市の酒屋に生まれる。2歳で、母、10歳で父と種別。父の死後間もなく酒屋は破産し、一家理算となる。小学校5年生の時、親戚を、頼り東京に転校。小学校卒業後は、第一銀行で、渋沢慶三の給仕をして働きながら、 大倉商業学校の夜間部に通う。在学中、左翼運動サークルを結成。しかし、特別高等警察に拘留され拷問を受けて、転校。釈放後、特攻警官から支援を受け、旧正中学校への編入と卒業資格を得て、東京商科大学専門部に進学。在学中から、雑誌、統制と経済の編集を手がける。 1939年に大学専門部を修了し、旭ガラスに入社。1940年旭川で大日本帝国陸軍第7師団に入営。陸軍将尉としてアッツ島の戦いで日本軍が玉砕したことを受けたキスカ島撤退作戦でバラムシル島からオタル港まで兵力撤収の輸送を戦闘砕氷戦で指揮した。 戦後、1947年理論者を創業、編集者、社長、会長として活動し、恩師である杉本英一の近代経済学の解明を問答形式に再編集して出版するなど、知識人や学生層に多数の読者を得た。また今江義人ハイタニ・灰谷健次郎など多くの児童文学作家を世に出した。1990年代に、 東京から故郷上田市に拠点を移す。1998年、千曲川第一部で路房の石文学賞特別、賞受賞。編集者としての功績により2001年新、毎賞受賞。晩年は、小説、希望エスポワールを執筆。子供の、本、九条の会代表団員を務めていた。2012年2月に転倒して骨折。 同年4月13日に老衰で死去。自宅で長女にありがとう、ありがとう、面白かったねと語りかけたのが最後の言葉だった。葬儀、告別式は本人の希望で行われなかった。95歳没。現在の理論者は2010年12月10日に日本 BS 放送により設立された新社。 旧社は2010年10月6日に経営破綻し2011年9月5日に解散。この時同時に検挙されたメンバーに大倉商業学校で同窓だった松島松太郎がいる。子供の本9条の解不法、理論者社長の小宮山良平氏死去日本経済新聞2012年4月13日閲覧。ありがとうございます。